ではどのように発色をさせていくかということなんですけれども、ちょっと見やすいですかね。ですね、ご質問がちょっと多いんで、黒の上にこのカラー剤を入れたらこうなりますよ。ブリーチして白い、まあ白までいかずともですね、黒が抜けてですね、色を入れるとこうなるということで、こういう原色系のですね、色を発色させていくとなりますと、やはりブリーチが必須になってくるんですね。